久保さん、今回高橋歩さんにしましょうかこれねすげえいい言葉ですね何を選んだとしても結果の良し悪しは誰にもわからない大事なことは、何を選ぶのかではなく選んだあとどう生きるかこれめちゃくちゃいい言葉ですね何を選んだとしても結果の良し悪しは誰にもわからないと大事なことが,こがあるならば 何を選ぶのかではなく選んだ後どう生きるのかっていうこれはちょっと深いね深いっすね <laughs> 重みがあるなずっしりとうんまあまあ簡潔簡素に言うならば何だろうなうん結果がどう出るかわからないしその結果っていうのは他人から見たらうーんいい結果じゃないかもしれないし まあ分かんんないんですよね、うん、例えば、まあ、僕はね「ドリームアカデミア」で月収100万っていうところが成功っていうところに一つ置いてるんですよね成功とは何か月収100万稼ぐっていうねもうその,その数値化してるんですよでも多分青汁王子だったりとか堀江さんからすると100万稼いだぐらいでっていうレベルかもしれないしまあこれは聞いてないんで分かんないですけど多分まあ100万で稼成功しましたって っていうのはどう見解するんだろうなまあわかんないですけどね。うん。まあが、稼いでるか額が全然違うのね、領域がね。うん。でもね、堀江さんがね、面白いこと言ってたのが、なんかニュースピックスだったかな,なニュースピックスじゃないな。なんかそのニュース、なんかの出て,てたんですけど、僕、あの、ここに出てる人より貯金ないっすよ、みたいな。数百万っすよ、みたいな。 いや本当にないっすよみたいなでみんなポカーンとしてるんですよね。<laughs> 嘘だろみたいなね。<laughs> うん。だから、まあ一般の人はその貯金額が100億円あったらこの人成功だみたいな。でも堀江さんか貯金ないよみたいな。<laughs> ね、<laughs> 全然ないですよ貯金なんかみたいな。全部使ってるしみたいな。<laughs> 本当かよみたいなね。実はあるんでしょうみたいな。 まあでも堀江さん貯金なくてもお金いっぱい入ってくるからなとかねなんかいろいろ思うだろうけれどもうんだ誰あの人によってその結果の見え方は違うので、うん、た正しいか悪いかいいか正しいか悪いかって分かんないですよねうんまあそのその結果を踏まえてどうやっぱ生きていくのかっていうどうじゃあその結果をもとに 改善するのか改善しないのかそれともそれで満足するのか満足しないのかそれで生きていくのか生きていかないのかっていううん要はだからなんだろうな過去こうだったから過去こう選んだからなんだうんどうのこうのとか関係ないし要はその常に今日なんですよね常に今日の選択が全てを決めてるのでうん例えばね わ、まあ、かりやすい例で言うならば今日辞表を出して今日会社辞めたらもう,もう間違いなく人生変わるじゃないですか今までは毎日会社に出社してたんだけど、まあ、今日辞表を出したら人生変わりますよね今日の選択が人生変わってますよねでそれがただできないだけでしてないだけであってうんなんかもう常に日々選択の連続で、あのー、人生変えられるしでその人生を 例えばその A っていう会社を選んでその A の会社でずっと働くっていうことを選んで生きていくのかそれとも変えるのかっていうでもそれは自分次第で変えられるし、うん、なんか国がねお国が昔みたいにねあの特攻隊でね突っ込んでこいっていう命令は受けてないわけじゃないですかその会社で一生働けと死ぬまで働けっていう国からの命令は出てないですよね。 うん、なんか韓国とかね朝礼制度みたいなありますけどねなんか、うん、行かないといけないみたいな、うん、まあそういうのないじゃないですか日本うんまあ選択は全て自由であり自分が人生っていうのは選択できるんだけどもそれを選択していないし選択したあとどう考えてどう生きているかっていうところがやっぱ大事なんじゃないかなと思いますよねうん選択は変えられる選択は別に変えられるんだけども結局そ,それをどう 生きてるのかどう考えて生きてるのかによって結局変わらないのか変わるのかって変わってくるし、うん、久保さんがそのマージャン店を選択しましただけどマージャン店でこう経営をしてました生きてましたその後ねマージャン店をやるという選択をしましたねまあ人から見たらねまあマージャン店なんかみたいな、まあ、あ,ったあったかもしれないけどで、まあ、まあマージャン店を生き,生きてましただけどいやこの生き方は限界があるぞと 赤字垂れ流してこれはしんどいぞと <laughs>。で、選択を変えたわけですよね。うん。その後、どう生きたのか。選択を変えましたって話ですね。うん。いってらっしゃい。